はい、じゃあ皆さん、今日は日本語の武器の名前を確認しましょう。なんか物騒ですね。じゃあまず1。刀。刀。刀はもう日本の誇りですよ。ね。英語でも刀は刀ですからね。じゃあ、2。剣。剣。はい。剣。これ、別名、剣とも言います。はい。てかさ、刀と剣の違いって何すかね？ 刀は、こう、曲がってるやつで、剣は、こう、まっすぐのやつですね。ちなみに。じゃあ、3。槍。槍。槍は、今も、陸上競技で、こう、槍投げがありますね。でもさ、なんかよく映画でね、こう、10メートル先の敵を、こう、槍投げで倒すシーンがありますけど、あれって本当に当たるんですかね？絶対難しいと思いますけどね。はい、じゃあ、4。お、危ね。危ね。斧。斧。本当にね、ここは恐怖の館ですかね。斧は、なんか、シャイニングとか、ジェイソンとか、ホラー映画でよく出てくる気がしますね。多分、刀とか槍と比べて、斧は乱暴で野蛮なイメージがあるんですね。じゃあ、5。危ね、危ね、危ね。弓矢。弓矢。映画とかアニメで弓矢を使うキャラクターって大体かっこいいですよね。ロード・オブ・ザ・リングのレゴラスとか、アベンジャーズのホークアイとか、あと DC コミックスのグリーン・アローとか、いいよね、弓矢のキャラクターって。なんかクール。はい、じゃあ6。盾。盾。盾といえば、やっぱり、キャプテンアメリカですよ。もうね、盾は最高ですよ。盾、もう防御できるでしょ？はい。盾で攻撃もできるでしょ？あと、こう、盾、投げることもできると。もうね、盾は万能ですから。はい、じゃあ、7。薙刀って私、あんまりわかんないんですけど、本当に使ってる人いるんですかね？三国志の関羽が有名ですね。じゃあ8。危ね、危ね、危ね。ほんと今日怖いな。鎌。鎌。鎌といえば、あれですよ。死神。怖いっすね。あ、でも実際鎌って、農業の道具ですけどね。本当はね。はい、じゃあ9。手裏剣。手裏剣。手裏剣といえばやはり忍者の武器ですね。かっこいいですね、こちら。ね。絶対難しいと思いますけどね。コントロールが。はい、じゃあ10。銃。銃。銃はですね、私、アメリカで実際に撃ったことがあります。こう、反動が強すぎるので、片手、これ絶対無理です。無理無理無理。撃つときは両手で撃ちますね。はい、皆さん、今日はとても物騒な話になってしまいました。すみません。はい。っていうか、武器の名前っていつ使うんだ？はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあ皆さん、また一緒に日本語を練習しましょうね。